就活ってだからね、なかなかなんか難しいのよね。就活うまくいかない人って、別にダメな人がうまくいかない、優秀な人がうまくいくとか、そんなシンプルなものでもなく、なんか就活うまくいかない人っておるのよね。あなた、なかなかに苦労して、割と長くね、めちゃやっめちゃて長いかったですね。たじゃないですか。でも、途中思ったでしょ？こうなんか、例えば大手に内定をどんどんもらっていく友達たち、周りの人たちがどんどん決まっていく、私は一体いつ終わるんだ、これはもう私はダメなんじゃないか、社会から求められていないんじゃないかと思った時ありますよね。あります。あるよね。そんなことなかったでしょ？ねえ。ちゃんと最後にバチって大手に泣いてもらって、で入ってからもうここでよかったねっていうステップアップを1年ごとにさせてもらってて、もしももっと早くにね、受けてたあんな会社やあんな会社から来てもらって、そっち行ってたらこんなことにならなかったわけじゃないですか。だからやっぱりこう諦めずにやってほしいね、みんな。いや、それは本当にそう思いますね。諦めないでほしいですね。なあ、しぶとく。しぶと くしな。ぶとくやってほしいです。そう、本当、キャリプラにはめちゃくちゃお世話になったんで、本当感謝してるんですけど。いやいや、大きよかっくたで頑す、張っ存てた。在は。なあ、いや、ほんまでも、今の話と関係ある話でも、全然違う話でもいいんです。英語にね、学生にね、今、この社会人、丸4年経った、立場から当時のことを思い出しながら就活のアドバイスをしてあげてほしいんですけど。そうですね。何かな。当時を振り返って思うと、やっぱり結構私、人に助けられたなっていうのを思ってて、結構辛い思いしたりとか、本当苦しいこともあって長かったんですけど、結果的にやっぱり、なんですかね、私の場合はずっとこの会社に行きたい、今の会社に行きたいっていうのが強い思いがあったから頑張れたっていうのもあるんですけど、その中で自分一人だけじゃなくて、結構いろんな人にこう助けてもらって、もうキャリプラ始め、なんかそれ以外の大人の方にもやっぱり相談することで、いろんなアドバイスもらえたりだとか、自分ではこうどうしようもなかった部分もすごいあったんですけど、そこで助けてもらえたんで、いろんな人頼ってほしいなと思います。そうやね。いや、もう今喋ってる途中もずっとこう、あ、名前言いそうなった。あなたのその顔を見ながら当時のことが思い浮かんでたんやけど、あなたは基本的にそのすごく何て言うのかな、優しい目でね、柔らかい口調でお話を今日もずっとされてて、で多分それがね、多分なんやろに通常時のデフォルトなんやと思うな。でも当時はもうやっぱりもっと目つり上がってたし、すごい鬼気迫る顔になっていたのを、一生懸命頑張ってその柔らかい顔と口調に一生懸命頑張ってその喋り方をねしてて、でもなんかもう頑張りきれずに涙出てきたりとか。ありまいつもとした同じね。ような優しい顔で優しい口調で、多分喋るのがきついぐらい、やっぱ本当きつかったと思うよね。なんで、それでも一生懸命やっぱ頑張ってね、結果が出て、で、入った会社がそんな風に、すごいいい感じにね、なってたってことを考えると、やっぱ諦めずにみんなやってほしいし、その、うまくいってないって思っても、その時はうまくいってないっていうだけで、その時点で見たらね、長い目で見て、あなたがうまくいくために必要な期間を今通ってるだけで、最後はうまくいくんですよみたいな時かもしれへんし、無駄なことは何もないなって本当思うよね。振り返ればですけどね、あの時期は本当にいや、絶辛かっ望たしてね、あましなたたそけの。ど。本当に辛そうやったもんね。もう思い出したらちょっと涙出そうになるもん。
同じくです。なあ、はい。今すごい多分同じ時のことを思い出して同じ感情にきっとなってるんやろうなっていう、本当それおです。互いの目がなんかそういう感じを持ってるけど、いや、本当に。よかったね。ありがとうございました、本当に。ねえ、そうやね。いやいや、B2B2C のメーカーの仕事、がなんとなくね、みんな営業の仕事が、今日また本当に幅もね、営業って言ってもこういうジャンルあるよみたいなのが、全部聞けたみたいなところもあって、はい。私、就職活動でここから、これからみんなしんどくなる時期だからね、3よ月解ね。禁して、こっはから全滅していくのよ、みんな。い。見覚えがあり CEO っまて全滅していくのよ。多分6割ぐらいの人がね。はい。その時にね、多分この動画を見てね、慰められる子たくさんいると思うからからにね。なればよいたと思います。いや、本当にいい内容になりました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。今日は B2B2C の、まあ誰でも知ってるね。この会社の製品が家にない人は多分いないと。すいません、途中カットで。メーカーの営業、いろんな、小売から、卸から、薬品に絞ったところから、いろいろこう担当している、次、社会人5年目になる、人に話を聞きました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。